もどうも、今回もザクザクアクターズをやっていくぞ。前回、家畜の血液泥棒がいるらしい魔女の館、ホラーハウスの調査に来たところでしたね。名前も怖いし、ゾンビとかいるんだが、どうにも雰囲気がゆるい。あとヘルチンが因縁ありげ、はた迷惑なスライム娘も倒したりして、ボス戦直前のセーブポイントでございます。早速行ってみよう。もしかしてゾンビ人形が人形を作って、さらにそれがゾンビ人形になって人形をっていう無限ループで数を増やしてるのかな。まあこういう人形には鍵とかメモとか入ってるものですからね。なぜか。かなちゃんならバケツ3杯分の血液ぐらいどうにかなりませんかね。全然差し出しますよ。あれ、そういえばかなちゃんって人工妖精だから体の作りが違う。いや、でも石ぶつけられて血を流してたしな。謎が深い。まあいいや、キャサリンもゾンビ人形だから火炎もタイアンデッドもよく聞くでしょう。アタッカーはエステルさんとアルフレッド君でいいな。キャサリンは音もなく背後に回り、首筋を刃物で切りつけた。必中、防御無視、配信ありとは物騒な。マッスルの首が太くて助かったぜ。あとアルフレッド君はこたつみかんのめ。くこたつみかんは TP が50、MP が全開する完全食だ。このゲーム、敵の回避率が高い場合って命中率の計算式的に対策しようがないんじゃなかったっけ。魔法回避はちょっと低いらしいけど、つまり火力を高めてたくさん殴るしかない。暴力で解決だ。うおー、チャクラで攻撃力アップだ。うおー、マッスルの首すげー。3発も受け止めてまだ首が飛んでない。アトランティスバリに強靭な首を持っている。マッスルが時間を稼いでくれたおかげで敵の防御1ダウン、こちらの攻撃1アップ。 A ファントを当てるしかないよな。アルフレッド君当たらない。虚しく2を切る。プロのゴーストハンターさん頼みますよ。ほんとどうしたヘルチン、受
動けなくなったって。ああ、特殊スタンにしてくる攻撃をしてきてたらしいが、マッスルが全部吸い寄せたのね。ターン終了時までしか持続しないスタンをばらまいてくるみたいですね。普通のスタンと違ってキャサリンより早く行動しておけばこちらは全く困らないぞ。で、マッスルは多分キャサリンより遅いんだけど、さっきのターンはマッスルが防御してたから。はいはい、なるほどね。じゃあ敏捷が高くて敵の敏捷を下げられるキャラの出番だよな。ハピコ、遅くして差し上げなさい。ファーントは当たらない。なんだおめえ、田舎に帰るか。愛され弟キャラならもうベル君っていう代わりがいるんだぞ。おお、当たった。6000ダメージで撃破。やればできるやん。パチンコで当たった時ってこういう快感なのかな。 FPS で適当に撃った弾が偶然ヘッドショットになってしまったかのような。足の関節を外しておいたわ。完全に暗殺者とかのセリフだぞ。ローズマリー、どんどん万能になっていくな。あ、どうも。ゾンビカラスってどうやって時計館を移動してるんだろう。移動用の配管が館中に伝ってるのかな。なんだろ、村の小屋とか。キャサリン、あんなにかっこよかったのにごまかすの下手だね。かわいいね。になっちゃって。あー、いたいた。記憶が一気によみがえった。この子もよく使ってたよ。1周目でランドセル背負ったおかっぱ女の子が冷静お姉さん口調なの。狂わされる魅力があるな。精神年齢が高いロリっていいよね。いい。キャサリン的には威厳ある魔女様でいてほしいんか。憧れなんやな。キャサリンもどんどん可愛くなっていくな。血液泥棒はキャサリンの独断だこれ。でも話を合わせてくれてる。男気あるわ。
ルラージュの姉ミアラージュ、仮名がラージュだってこと忘れてたよ。ミアラージュさんが仲間になることは覚えてるんだけど、ケイはさっぱり覚えてないんだよな。ここからどうやって和解するんだ。がっつり復讐相手ですが。の説得スキル、もう上限突破してない。マジでいいことしか言わないぞ、この国王様。両親、元凶は両親の方だったか。両親が止める側だったんだ。てっきり両親が狂気状態なのかと。お、やるじゃんミアラージュさん。大将首取ったりじゃん。
そこで復讐できる心の強さを鍛えるために秘密結社をしようってなるのがヘルチンのいいところですよね。ゾンビカラスとキャサリンはどんな思いでこの話を聞いてたんだろうか。ねえキャサリンちゃん、大変だったみたいだね。これはキャサリンを動けるようにするのが分岐の匂い。これをすることで後々ミアラージさんが仲間になる的な。助けたるで。絶対にやっておいた方がいいイベントだろうな。これ気づいてよかった。ゾンビカラスくんはもういないのね。軽く調べたんだけど、キャサリン放置して先に進むとまだやることがあるような、つって先に進めなくなるみたいですね。ガチの必須イベントなんすね。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。